こんにちは、星座チャンネルはるかと花とカズさんです。ニュースに行きましょう。コペは病気治ったの人でもまた新しい病気は出てくるみたい。コロナが治っても、はいまだはい、なおでもまだ新しいの病気みたい。もうヨガ言ってカビかな、うん、カビ、はい、もうか体の中にもうは入ってて目見えなくなるまで危ないんだって。爪しちゃうのか。顎のボーンとか鼻のボーンとかそれをね取るあの病気良くないの。取れたの？怖い病気やん。50% まで死ぬぐらいあります。パーセントぐらい。そんな危ない病気だ。はい。それインディアからね、言ってた。インドの医者さんたちは今みんなに言ってた。コロナは薄ったの人ね。うん、人はそのコロナ病気は治ったんですけど、うん、あの病気、今の言うの病気は入ってくるみたい。その入ってくるのは多いみたい。その人たちにはもっと危ないみたい。あ、じゃあコロナに一回なっちゃうと、この病気にかかりやすいのか。はい、前からあったね、この病気ね。そうですか、知らない方。変わりやすいんですよっていう発表らしい。やめてほしいね。怖いね、病気は。新しいのはどん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 出てくる。そう、なるほど。まだまだ危険はいっぱいだ。これ次何？それ写真だけ。体のためにあれ歩いてるみたいですけど、誰もマスクしてない。マスクしてないの方が多いね、誰もじゃなくて。本当だ。いい感じに写真撮ってるね、これ。夕日のやつ。その健康のために体動かして歩いてたね。はい。でも、マスクしてないんだね。はい、してないの人多いね。このぐらい人いっぱいの中で。はい。はい、体のためからね、社長。そうか、健康のためだったね。健康のためから。じゃあ僕も健康のためにカラオケ行こうかな。それなんかいいことあるの？カラオケ行くと歌を歌って気持ちをね、はい、明るくするのよ。はい、はい、そうですか。そう、大事だよ。ダメかな。ママこれどうしたんですか？サイサイじゃないですか？フォーブスって知ってるかい？フォーブスっていう雑誌。知らないです。知らない。いろんなランキングをしてる雑誌なんだけど、まあちょっとざっくり言い過ぎたけど、まあいいや。でそのこの雑誌がアジアのスター、はい、デジタルスター100人っていうのを作ったのね。ミャンマーから2人お選ばれて、そのうちの1人ですね、サイサイ。サイサイとウォモシュイカの。ウォモシュイカ。はい、サイサイとウォモシュイカ。あ、そう。選ばれたよっていう。元カノ、元カレですね。え、そうなんですか？なんだその楽しいニュースは。それは昔だよ、社長。今じゃないね。昔を。昔に。昔。有名じゃない時だね。はい。社長、よく知ってるの？どうして？僕はね、ウォーマンシュウェイも知ってるし、サイサイも知ってるから。ユウのあのことを社長に教えてくれたの？そう。彼らの友達がね。そうですか。でも有名だね、サイサイもウォーマンシュウェイもね。サイサイがないのは私たち子供の時からね。もう今40歳ぐらいかな。40歳以上ぐらいかな。41って書いてあるね。多分これ年齢だね、名前の時期。ああ、そうだね。でも見えないですよ、全然。ね、ウェモンシュウェイも今32歳だから。好きですか、社長。ウェモンシュウェイは喋り方可愛いよね。あ、そうですか。ちょっと写真、欲しい写真、どんな子か見たい。今送ってあげますよ。社長いっぱいあるでしょ。いっぱいないよ、別に。フォルダで分かれてるから。かわいい子図鑑みたいな。綺麗な子ね。そう。はい。あれ、ウェンド一緒にムービー、ドラマ撮った？ムービーか。撮ったね。そう、日本のね。はい、日本、はい。これ誰？ママ。ね、日本で人気のミャンマーと、あれ？これお父さん。お父さんミャンマー人。ハーフの子さん。そう。あ、ハーフ。そうですね、ハーフで。前、ちょっとこの女の子のムービー見た。あ、ほんと。はい。今人気で、日本でも。かわいい。ミャンマーにもね、帰ってきたりしてたよ、去年とか。あ、そうなんですか。ミャンマーに来てた。うん、かわいいね。かわいいよ、やっぱね。
ね、顔ちっちゃいんだよね。そう、顔ちっちゃいの方が可愛いで、ね、私めちゃくちゃ大きいから。いや、はるか、ほんと何回も言うけど、はるかは顔大きくないから。ハフの方はね、もっと可愛い、綺麗みたいね、どこの国でも、日本もタイもフィリピンも。確かにね。はい、ミャンマーも同じですよ。ミズフとかハフの方はもっと綺麗みたい、肌も白いし。カレンとビルマの可愛い女の子とかいる？いるでしょうね。どこから？私ですとか言わないの？セイザーの女の子です。セイザーの女の子もね、みんな可愛いから、ね、女優事務所みたいなもんだよ、セイザー。確かにね。そうですね、みんな可愛いから、うん、なんか仕事があったらご連絡ください。クとやとま、じゃあクだね。クで始まるミャンマー語といえばクータム。クータム。元気になるようにやってる。何それ？元気じゃないから。 何するの？クータム食べ物。いえば、クータムね、病院に行ってチェックするの意味ね。クータム検入れとか、まあ、病気になったから。あ、メディカルチェックとか、はいはい、チャックみたいに、はい、クタム、クタムね。クイッティオしか出てこない。クッティオ、クッティオ。ママじゃないっていうね。クッティオはタイだね。タイだね。クはちょっと難しいね。クモ。クモ、いや日本語やし。モンでもよく食べるね。モンはタイと違いから。そうだからかな。ラーメンみたいに、スープもあるし、サラダみたいなやつもあるし。食べ物ですね。おー、美味しいの？美味しいですよ。好きな人は好きね。好きじゃないの人もいるからね。そうだね。辛いね。あ、辛いんだ。ママ、辛くないもあるわ。チリパウダー入れないの辛くないよ。あれさ、本当にみんな、メンバーの人みんなに言いたいけどさ、はい、ねねって言うじゃん。ちょっとって言うじゃん。はい、辛いからね。本当にちょっとだよって言っても、多分基準が違う。あ、クティオでね、タイで作るのクティはね、甘い、うん、ミャンマーだから辛いのか。はい、ミャンマーのクティの合わぬためにちょっと変えたみたい。そうですね、うん、ややや、ヤクルト。ヤクルトは日本ね。工場あるからダメかな。ダメかな。スーチーさんも訪れたって言われたの。ジャタ。ジャタ。ジャタ。そうだね。何やったって。電車。うん。電車のこと。そういえばなんかヤンゴンの電車いっぱいだね。まあ、最近も新しいの電車。ね、そうだね。道も今ね、その新しいの電車のために道も変わったね。新しいの道。そうなんだ。作って今ちゃんと強いのために、前は弱いでしょ、古い道、今ちゃんと作っています。写真見るとき本当にいい、みんな言ってた。噂にもね、目が遠いから、いろいろコメントもね、いいだね、みんな言ってた。ちょっとずつ良くなっていくね。そうですね、いいですね。よく行きたいね、新しいのヤタでね。え、マンダレーまで行きたいね。じゃあ最後、ディブ。知らない。魔法部。ディブ、魔法部、ディブ。あ、それいいかもね。でもミャンマーはよく使うね、ディブ、マシブ。分かってても分からないふりとか、知ってても知らないふり。それは簡単からね。知ってると分かると、やらないとできないから。やりたくないから、知らない、分からないみたいに。すぐ答えるで。マカンブ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 。よく使うね。まあなんとかブーで。はい。よく使います。うん。本日も動画を見てくれてありがとうございます。もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、はるかと。花と秋とカズでした。たたー。
ママ何クリスマスプレゼントもらう？ママから？社長から？社長からにして。社長を売る。社長。いいよ、何でもいいですよ。社長の気持ちだけでもいいですよ。前言ったでしょ、寿司パーティーとか言ったでしょ、社長。社長。でも社長、クリスマスもニューイヤーも一緒にやってもいいですよ。そうする。